ぐらいから見るようになりましたね、はい、天気予報とか。頑張ってチャレンジしてみようかなという気持ちでオーディションに臨みました、はいはいはい、必ずにありのままで会話できたら皆さんも癒しのひとときになるのかなって。へー、はい、会った時とっても嬉しかったです。まさか自分がとは思わなかったですね。はいはいはい、はい。